最後に連絡事項ね。もうすぐ文化祭の実行委員会が開かれるので、クラスの代表者を決めます。立候補か、まあ推薦でもいいよ。はい、白井さんがいいと思います。はあ、ゆずきさん、白井さんはまだ学校に来たばかりだから、いきなりは難しいんじゃない？どの道みんな何かしらの委員会には所属しなきゃいけないじゃないですか。せっかくならみんなと関わる係になった方が学校になれやすいと思います。あっちのクラスも似たような感じだし、いいんじゃないですか。私とゆずきでサポートしますから。ライムさんまで。みんなはどう？別にいいんじゃない？賛成。いいと思います。じゃあ白井さんできそう？はい。あれは何だったんだろう。明らかに日本じゃ。明らかにこの世界とは思えない不思議な場所。生物なのかもわからない。敵、それとこのもう踊れなくなった膝が動いて、ありえないくらい体が自由で力が湧いてきて、しかもあんな姿に変身して、ほんと非現実的だよね。だけど信じられないけど、やっぱりあれは現実。それにこの二人の声、あの時聞こえた声と似てる気がするけど、一緒に食べる。いろいろと聞きたいこともあるしね。ううん、いいの。それにしても文化祭の実行委員になるなんてすごいよ。星宮女子高校の文化祭って言ったら毎年すごいクオリティだって有名なんだよ。雑誌とかの取材も毎年来てるみたい。そうなんだ。中でも実行委員が中心になってやる学年ごとの出し物は関わる人数も多いから特にすごいって有名なの。実行委員になるなんてやっぱりひなこちゃんはすごいよ。そうだったんだ。でもほとんどあの二人のせいだから。ゆずちゃんとライムちゃんは行動力がすごいからね。特にゆずちゃん。
あの二人って一体。師匠ゆずきちゃんと師匠ライムちゃん、同学年だけど双子じゃない姉妹なんだって。二人とも中学までは海外の学校だったみたいで、高校から日本に引っ越してきたんだよ。そうなんだ。長話しちゃってごめんなさい。お昼楽しんできてね。ありがとう。気持ちよかった？え？思いっきり動けて。リフレクターってすごいでしょ？リフレクターって今朝の？やっぱりあなたたち何か知ってるの？あれは何？どこ？何が起きたの？あの化け物は何？どうして私の足は動いたの？あなたたち、何を隠して。あら、リンちゃんじゃない。どうしたの？え、ライム、それにユズと白井さんも、なんでこんなところに。あなたは。もう、同じクラスなんだからちゃんと覚えようよ。まだ来たばかりなんだから仕方ないよ。真田凛だよ。同じ1の A で部活はテニス部。よろしくね。どうも。それで凛々、暗い顔してどうしたの？いや、別に大したことじゃ。ズバリ、恋の悩みね。ああ、当たったライム。だって女子高生の悩み事で一番多いのは恋バナでしょ。まあそうかもだけど。よかったら相談に乗るよ。内緒にしてくれる？もちろんね、ひなちゃん。
どういう感じなの？実は中学の時から好きな先輩がいて、どうしたらいいか悩んでるの。その先輩ってどんな人なの？テニス部のエースでキャプテンしてた人なの。地区大会でいつも優勝してて、都大会でもシードの選手なんだ。すっごい、超テニス強いじゃん。そうなの。それに勉強もできて、学年でもかなり上位だったんだ。高校もちょっと遠い進学校に行ったの。へー、じゃあ最後に会ったのは中学の時？ううん、たまに後輩を教えるために練習に来てたよ。その時に少しお話しするくらいかな。あと、たまにスマホで連絡してるよ。たまになんだ。だって先輩忙しいだろうし、あんまり頻繁に連絡したら迷惑かなって。へえ。それで結局悩みは何なの？先輩にね、告白しようと思うの。おお、いいねいいね。それで？けどどうやって伝えればいいか分かんなくて。手紙とかは？でも同じ学校じゃないし。確かに、手渡しなら直接言うのと変わらないか。お家のポストに入れるのは？ストーカーみたいじゃない？郵送するのもなんかあれだし。電話とかメールはどう？それは仲いい友達にも言われたんだけど、もし振られて連絡しづらくなったら困るし。白井さんはどう思う？え、私？うん、何かないかなって思って。普通に直接言うのはダメなの？だって恥ずかしいんだもん。それに緊張してちゃんと話せそうにないよ。でもそんなことばっかり言ってたらいつまで経っても告白なんてできないよ。そんなのわかってるよ。だから悩んでるんじゃん。どうしたらいいんだろう。形は何であれ告白するべき。じゃなきゃ何も始まらない。分かってるんだけど怖いんだもん。じゃあ先輩から告白されるのを祈って何もしないの？ひなちゃんはどう思う？どうしたらいいのかな。私どうしたら。告白される自信なんてないし、どうしよう。私、わかんない。そんなの知らないよ。二人の気持ちなんてわかんないし、そういうのは自分で何とかするしかない。他人に頼るのは間違ってる。私が、これ今朝のサナエと同じ。まずい、暴走が始まった。急いで向かわないと。暴走？説明は後。ひなちゃん、急いで指輪をあの子にかざして。え、指輪？いいから早く。